ルイエモンは、フランス共和国ブレスト出身の小説家。1913年7月8日、カナダのシャプローの停車場で、急行列車に追突し、事故死を遂げた。ルイエモンが亡くなった1年後の1914年、ケベック州ペリボンカでの生活をもとに、開拓者の娘マリア・シャプドレーヌと3人の若者の、秘伝を描いた、白き所女地が観光され、 これが彼の代表作として知られている。また、1934年には、白き所女地として、フランスの映画監督、ジュリアン・デュビビエによって映画化され、主人公のマリアを、同国の女優マドレー・ヌルノーが演じた。他、1950年には、ミシェル・モルガン主演で、フランスの映画監督マルク・アルグレによって、1983年には、 キャロル・ロール主演でカナダの映画監督ジル・カールによって同名のタイトルで映画化されている。1880年10月12日、フランス・フィニステール県のブレストに生まれる。1903年にイギリスへ渡り、ロンドンでジャーナリストとして8年間過ごした。1911年にはカナダへ渡り、ケベック州のモントリオールを経て、ペリボンカの森林地帯で、 キコリたちと共に労働者として働いた。この体験をもとに代表作である白木諸女地を執筆したが、1913年7月8日に急行列車に引かれてしまい、満32歳で不慮の死を遂げてしまった。ルイ・エモンの死後、白木諸女地は、フランス・パリの新聞、ルタンで部分的に掲載され、1916年にカナダで出版されたが、 写実性が強かったためか当時のフランス系、カナダ人には不評であった。1921年には再びパリで出版され、これを機に、ルイ・エモンの名が知られるようになり、たちまち、白い諸女地が、格言語に翻訳されるようになった。放題については、下記の参考文献を参照、翻訳がある作品については付記する。AB 現代は、マリア・シャプドレーヌだが、フランス文学者、 山内義しの翻訳に習って、本記事では、白木諸女地と統一する。ABCDE3 内1972、P8、ABC 平野1983、P368、AB 久保田1967、P213、滝田1971、P134、白木諸女地ムービーウォーカー、2016年6月17日、閲覧。 ありがとうございます。